愛内神社は、北海道北見市に鎮座する神社本庁法活かの神社。旧社格は無格社。旧省内村の大部分を宇治国一とする。天照大臣、豊家大臣を祭神として祭り、社殿は神明作り、地儀は内そぎ、カツの数は8本。境内社として、相馬神社、三好神社がある。明治の末年。 この地域に入植したトンデン兵による神明法祭を神社創立の延元とし、同神社のソレーデンにはトンデン兵及びその親族、家族の礼を祀っている。礼祭日は9月23日で宇治国域一円において新与都御が行われる。特有の神事として毎年3月に行われる人形感謝祭がある。愛ち神社の講師となったのは トンデン風評第四大隊第三中隊に所属するトンデン兵とその家族、親族の信仰である。現在の北見市町内町周辺にトンデン兵が入植したのは明治30年から明治31年にかけてで、現在の北見市備園に中隊本部を置き、同東合の内町、同トヨタに分重して開拓と訓練に励んだ。これら三区それぞれに少子が祀られ、 日常の参拝はもとより、春は札幌神社の霊祭日に合わせ6月15日に、秋は伊勢の神宮で神覧目祭りが行われる9月17日に、祭礼を行って、数敬心を深めるとともに、日々の疲れを癒していた。間もなく、と田でん平成が廃止された後も、とん兵とその家族、親族の多数が、同地に残り、大正10年。 のつけ牛町より分かれて愛内村が成立すると、彼らを中心に、市村の鎮守神としての神社を建立すべしとの声が高まってゆく。まずは新造されて間もない村役場の敷地内西側に、神明を記した目標を立てて、祭祀を行い、昭和7年、愛内小学校のご神栄法案殿が、新造されると、旧法案殿を社殿として流用し、 現在の愛内町姉妹地の北方中央を社殿地と定め、潜座祭を行った。これを機に村議会をはじめ、有志の間より社殿の心臓へ、尊社昇格申請の儀がたびたび起きるが、戦時体制へと移行してゆくうちに立ち消えていった。戦後になって昭和十年頃より、日夜熱心に社殿に参拝し、う子や数計者の協敬に努めていた今村正夫を、 常任神職として、祭祀を委ねるべきとの声が高まってきたのを機に、昭和27年、同志の資材及び宇治子数系者の常剤をもって、現社殿を造営。今村正夫が、宮司に就任。その後、境内整備。一層の宇治子教系育成を図り、今日の流星を見るに至る。相内神社境内社の相馬神社、相内神社境内社の三吉神社、相内神社、かぐ殿 愛内村村長、川原鶴蔵書、愛内神社に行使された神社は以下の通り。なお、境内社の相馬神社及び三好神社は愛内神社の境内地への先座であるので、ここには記載しない。ありがとうございます。